全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。先日台風が日本を直撃しましたが、あなたの住んでいるところは大丈夫でしたか？私は台風が関東に最接近している時間帯に東京の品川にいました。仕事ではないですよ。普段お世話になっている出版社の人から頼まれてインタビューを受けていたんです。後日行われるとあるセミナーにて私のインタビュー動画が流れる予定です。そんなことはさておき、私は衝撃的なものを見たのです。それは台風が接近している夕方時に品川駅にあふれ返るサラリーマンの姿です。正直私はこう思いました。命の危険もあるのだから働いている場合じゃないでしょ。今回の台風21号は今年最大の勢力を誇る台風です。そんな危険が目の前に来ているのに仕事するなんてどうかしているんじゃないですか。もしあなたが死んでしまったら残された家族はどうなるんですか。会社はあなたや家族を生涯守ってくれたりはしないんですよ。生命の危機が迫っているのに仕事をさせる会社もおかしいと思います。社員の命を何だと思っているんだ。一部の会社では社員を自宅待機にさせているところもありましたが、品川駅の混雑ぶりを見ていると台風くらいじゃ出勤するよっていう会社が多いようです。こんな会社もブラック企業というのでは。こんな感じで他人の批判ばかりしていても意味がないので、自分ごとと考えてみますね。私はうつ病による障害年金を専門にする社会保険労務士ですが、経営者でもあります。今後社員を雇うこともあるかもしれません。そうなった場合には当然台風が来た時には出社しないで済むようにします。というより出社しなくても仕事ができるように、自宅やカフェなんかでも好きに仕事ができるように仕組みを作っていきます。実は今全国障害年金パートナーズのメンバーを増やすべく戦略を練っているところです。実際にメンバーが増えるのはもっと後の話になりますが、来年の台風が来た時には社員を危険にさらさないような経営をしていきたいと思います。今この動画を見ているあなたは現在仕事に就けない状態かと思いますので、新たに仕事を探す時には台風でも出勤が当たり前なんていう会社に就職しないように気をつけてくださいね。今は休むべき時だと思いますので、少しずつ体調を回復させていってください。もしうつ病で働くこともできず1年6ヶ月以上治療を続けている状態なら、障害年金をもらって療養に専念してください。お金の不安はうつ病の回復を遅らせます。お金が減っていく恐怖は経験したものでないと分かりません。お金なんかなくても幸せになれるなんていうのは幻想です。うつ病で働けないのなら障害年金という経済的安心を手に入れてください。自分で手続きするのが難しければ、私が代わりに障害年金を受け取る手続きを行いますので、ぜひ全国障害年金パートナーズに相談してください。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。